いや、吉谷さん、暑いっすね。そして時間って早く経ちますね、やっぱりね。私たちの前にはまだ見る未来という時間がありますし、私たちの後ろには取り返しのつかない過去って時間がありますよね。で、同じ一日前に行くか後ろに行くかなのに、やっぱりこう過ぎ去った日々ってのは本当一瞬だなと思いますけども、これから向かうべき未来ってのはなかなかやってこないですよね。だからやっぱり時間に対して侮ってしまうんだと思うんですよ。今日一日っていうのは基本的には長いわけですよ。でもどういうわけか1年2年っていうのはあっという間なんですよね。この時間的逆説が私たちをすごくもだえさせるのかなと思いますけども、ちょっと考えてみたら、確かに BMW って吉谷さん1年経つんですね。なんか 2,3 ヶ月前だったような気がするんですけども、もう1年ですよ。で、私が名古屋で脱臼したのももうかれこれ2年になるんですね。いや、コロナだとかなんだとか言ってらんないですよね、もうね。この1年もしくは1年半いろんな問題があってできなかったことを今振り返ってみたら、じゃあ代わりに何やったのかなっていうことに行き当たると思うんですよ。代わりに何かできましたかね。私はね、やっぱりこう多少は世間体も気にしないといけないとは思うんですよ。やっぱり傍若無人に振る舞うわけにはいかないですから。でもだからといって自分に与えられたものすごく短い時間ですよね。これ一瞬とも言えるようなね、また無限とも言えるようなこの時間の中で、無駄にできる時間は一個もないかなと思うのと同時に、のんびりと無駄にしたい時間も欲しいんですよ。だから暇に過ごすってことですかね。ぼーっとね、無駄に時間を過ごしたいんで、だからこそそんなことやってる暇はないって言葉がよく出るんですよ。他者の人生に関わってる暇がないというね。ただやっぱりこういう暮らししてますから、近くに寄ってきてくださる方とか、切実に悩みをね傾けてくださる方には精一杯、問いかけてみようかと思いますけども、でも究極私たちは結局いなくなるんですよね、お互いに。ある時はくっついてきて、ある時は離れていって、でいつの間にか会いづらくなっている関係もあるというね。ただ時間が経っただけなんですけどね。にしても時間が経つのは早いなと思います。私は10年前は今みたいな暮らしなど考えもつかないような、ね、日々を送ってました。麻雀屋を毎日オープンして、で閉店すると、夕方4時か5時ぐらいに遅い昼飯を食べてね。で、一日麻雀ですよ。麻雀以外は何もなかった。麻雀か食うかですよ。それが嫌でキャバクラに行き出したっていうね。もう何なんでしょうね。で、今はその全てがないですよ。まるで別の人間の人生を歩んでいるかのようです。今私に必要なのは、小豆は毎日 2,3 本食べてます。この硬さと小豆の食感がたまらないですね。100万以下の夢は花くからないのって、本当そうですね。もうすぐセールショー届くんですけど、100万以下なんですよ。でもおかげさんで、ね、いろいろ車見て選べて、いろんな販売店さんとやり取りをして、ものすごくね、今回営業担当の方と私と2人でね、最後まで作り上げたみたいな感覚があって、喜びひとしおですね。私もね、生涯セルションに乗ることはないかなと思ったんですけど、もう1回だけ乗れるなと思ったらちょっと嬉しいですね。レクサスは10年後でも別に乗れますしね、格安で。セルションもね、出玉がね少なくなってるんですよ。あるとしても走行距離が20万キロとかね、めちゃくちゃあるんですよね。で、やっぱりトヨタの運命を形作った、今の形にしたもう運命の車ですよね。すごい。そういったらマジェスタもスープラもソアラもそれぞれに時代を築いてきた車であってね、バブルの時代にドカンと打ち込んだセルシオっていうのが世界から日本市場に入ってきて、本当にね、車の常識を変えたかなと
ベンツや BMW もセルシオをね何台も買って解析したそうですからね。で、トヨタ社長がセルシオのエンジンの上にね、あのグラスタワーを作って、ホストクラブのグラスタワーを作ってエンジンをかけてもグラスがぐらつかなかったというね、そういう風なプロモーション動画見ましたけどね、すごいね。で、そのトヨタ協賛ですけども、今回オリンピックのスポンサーは継続するけどもテレビ CM は流さないみたいな、ね、気骨だな。やっぱり見習わないけんですね、ああいうところ。ケチのついたオリンピックに金目的の教育協力ができないってことで、スポンサーはするけども CM は流さんでいいみたいなね。だから回収できないわけですよね、オリンピックで。だけども銭金じゃなくて、やっぱりこうトヨタスピリッツを守ったっていうのかな、なんかすごいですね。トヨタも旗織りの会社から業態変更して、本当は世界一のトップ企業になって、今日本を唯一支えてくれてる会社じゃないですかね。日本といえばトヨタと。それも凋落がもう来るのかな。でも私はね、トヨタがね全く別次元の会社に方向転換するんじゃないかなと、私今からねワクワクしてますよ。トヨタイムズもなかなか面白いですしね、あの YouTube チャンネルもすごいなと思いますね。まあ時間は早く過ぎるんで、トヨタ明夫さんじゃないけども、オリンピックばかりにこだわってなくてね、自分の人生を生きましょうってことですよね。じゃあアイス食べますんで、いってらっしゃい。